エンターザ PHP、これも最後、第4章です。これで、まあ自分で好きな入門書、それを買いましょうって言いたいんですけど、まあそれですとなんか無責任な感じがします。それで、なぜこの段階で入門書を選べるようになるかと言いますと、このループとフォーム入力、それを第2章と第3章でマスターしました。それ、この2つを利用して、自分で遊んでみたと思います。例えばフォーム入力された回数だけループしてみるとか、そういうプログラムはもう組めると思います。ただ、もし組んでないっていう人がいたら絶対組んでください。まあ、組み合わせれば簡単ですので、これは絶対勉強してください。それで、このくらいの演習を行うと、この本のサンプルコード、それ、いろいろ載ってますけど、それを読めるようになると思います。全くプログラムというものを知らずに、サンプルコードを読むと、全く意味がわからないですけど、この今回の、このループとフォーム入力、それを学んだ上で、本の入門書のコードを読むと、いろいろ理解できると思います。それで、他に必要なこと、そういうことも本から、スラスラと読めるようにできれば、まあ、OK です。まあ、書店とかで PHP の入門書っていろいろありますけど、それを読んで、まあ、頭の中に何を説明したいのかっていうことが、スラスラと入れば、その本は OK です。それで、このループと、このフォーム入力という演算を、まあ、わからないなりに動かしてみることによって、そういう能力が自然に身について、それ本を買う能力、そういうのになってると思います。まあ、この演習をこなしたら、ぜひ本屋に行って、PHP 入門の本を買って、それでひたすら演算に打ち込んでください。そうすれば、いろいろ道も開けますし、あと私の説明も、まあ、ちょっと、突っ込みどころがあるなっていうところ、それも、わかるようになると思います。まあ、以上、プログラム、PHP を取っかかりにして覚えて、それで IT 業界に進んでいってください。以上です。